お電話ありがとうございます。小林会計事務所、小林でございます。お忙しいところ恐れ入ります。お忙しいところ恐れ入ります。私先日3人の画家展に伺ったものなんですが、私3人の画家展に伺ったものですね。お世話になります。お世話になります。あの板橋先生の剣岳の購入の件でご連絡したんですが、購入の件でご連絡をいただいた、いらっしゃいますでしょうか。ご担当の方いらっしゃいますよ。少々お待ちください。はい、ありがとうございます。小林会計事務所、丸山でございます。お世話になっております。はい、私伊藤商事の加藤と申します。伊藤商事の加藤様ですね。いつもお世話になっております。お世話になっております。担当の、はい、カーネルさんにお願いしたいんですが、はい、カーネルでございますね。はい、この間出していただいた貸借対照表の資産の分の流動資産のところで不明点があるんですよ。はい、でそれの不明点について教えてもらいたいなと思って。かしこまりました。ご要件復唱いたします。貸借対照表の流動資産に関して不明点でお聞きになりたいことがあるということでございますね。はい、でその内容なんですが、もうちょっと詳しく話をしますと、はい、前払い費用のところなんですけど、はい、あの前払い費用がマイナスなんですよね。はいはい、前払い費用がマイナスになっているということでございますね。はい、それが何でかなと思って、はいはい、その理由をお知りになりたいということでございますね。はい、承知いたしました。ではカーネルにおつなぎいたしますので、このまま少々お待ちください。